さて追っ始めるか。何者かであったこともなく、誰にも知られずにうずもれてしまった。私は、私の記憶の始まりは、あの塔の下のゴミ溜めの中。自分が何者なのか知ることもなく、教える者もいなかった。高い空、そびえる黒い影、身を切る寒さ、飢え。そこにあるのは、ただそれだけだった。上の人間たちに化け物と石を投げられ、穴を掘り、じっと息を殺すようになった。ある日、ムクロが降ってきた。私の住処はいつの間にかこの辺りに住み着き始めた人間どもの墓穴にされたのだった。私はうずもれていった。穴の底でムクロに押しつぶされて、誰にも知られることなく。しかし、意識が消えかかる中、穴の底で私は出会ったのだ。五人の天使に、彼らは言った。あるものを引き換えに、お前の望みを叶えようと。あるものとは、私を囲むこの世界。そして、望みとは、完璧な世界を孵化することだ。私は卵。完璧な世界の卵だ。穴から這い出た私は、新たにやってきた人間どもをつぶさに見て回った。そして、私がそこに垣間見たものは、世界は醜かった。そんな醜い世界の残骸で私の庭はうずもれていった。真に求めるものはただ一つ。それは、この世界に決定的に足りない、最初で最後のかけら。すなわち、やめてくれ。お見事です、ファルネーゼ殿。これでこのアルビオンに救う邪教とはほぼ全て捕らえたと言って過言ではないでしょう。いいえ、神のお導きです。トゥユー、この娘、黒い剣士が救い出しに来た。黒い剣士と関わりを持つ邪教の巫女ですか。どうやらこの娘に関しては特別詳しく取り調べる必要がありそうですね。いやうひょー、間近で見るとどでけえな。こりゃジーンってより城塞だぜ。なんだこの気配は。首筋にジグジグ来やがる。死とか、いや、もっと異様な。ここはやべえ。あの塔にキャスカが。俺が中から開けてやるぜ。何としても挽回すんだ。また烙印に引かれてきやがったか。
に。キャスカの姉ちゃんを探しに行くぜ。獣、なんだこれは。うんぬん、チョコ財が魔女め。モズクス様、お下がりください。恐れることはありません。今こそ我らの信仰が試される時です。我らは神に救いを求める口を持ちません。信仰とは全てを要求するもの。あえてこの試練を喜んでこの身を捧げましょう。悔い改めよ、亡者ども。信仰とは死ぬことと見つけたり。かかってきなさい。私は何者の挑戦でも受け。奇を見たり。おお、これこそ神のご意志。この力を持て、皆を導けと。この魔女こそはアルビオンにはびこりし邪悪の元凶。この者を家系に処すことによって神の勝利を民衆に示すことこそ我が使命。やだ、死にたくない。俺の連れはどこだ、答えろ。いるはずがない、ありえない、こんなもの。クソ、まだまだ停止してやる。
すんなら消える。まやかしなんかじゃない。誰か助けて。なんだ、なんなのだこれは。あの黒い剣士が現れると壊れていく。私の見知った世界が音を立てて崩れていく。神のしもべたちよ、恐れることはありません。邪教の者どもがいかなる超常の技を用いようとも、その信仰に一点の曇りなくは、神は必ずあの力を打ち破るべく奇跡をお示しになります。ご覧なさいこの姿を。これこそ神の力の権限、邪悪を払う浜の翼なり。天使、我らが守護天使モズグス様。これよりこの聖地にはびこりし邪悪の元凶であるこの魔女の家系を執り行い、この忌まわしき怪異に終止符を打ちます。おお、早くしろ、焼いちまえ。やれ、あの女を焼けば助かるぞ。あなたが話に聞く黒い剣士ですか。モズグス様、ここは私たちにお任せください。何の真似か知ります。この魔女を渡すわけにはいきません。神の正義の名に、神に弓引く愚か者よ、その罪、その血をもってあがなっていただきましょう。時が満ちる。ザ・
祭りの筋書きを変える方は人の手にはない。にはびこりし邪悪の元凶である、この魔女に処刑を執り行い、この女は俺がいただくぜ。ありません。邪悪なる力を振るおうと無駄なこと、経典をこの身にいただく以上、忌むべき力で我が肉体を傷つけることは叶いません。なんて野郎だ。力は人並み、タフさは下手すりゃそれ以上だ。あなたは邪悪なる魔女一人と引き換えに何千何万の信者の命が奪われても構わぬと、そういうのですか。ふざけるな。何千何万人が揃いも揃って女一人にすがりついてんじゃねえ。祈りこそは信仰そのもの。祈り、そして全てを神に委ねる、それこそが信仰の本質。祈りを知らぬ傲慢なる者よ、悔い改めよ。うぬれ。貴様、神を恐れぬか。あくまで我が任務を阻むつもりか。ごまがすりたけりゃてめえの頭かち割って貢ぎ物にでもしやがれ。もうキャスカには指一本触れさせん。
あれ今よりもう少し、あとわずかで私の命も尽きる。その時こそが、せめて最後は頂から私の世界が滅びゆく様を見つめて、私にとって見上げ続け、見下ろすだけだったこの世界。もういい。終わらせてくれ。この赤子は、これは肉の体ではあるが、ただの人間ではない。力尽き死にかけているのか。お前も私と同じか、異形の赤子よ。共に行こう。せめて私の中の新しき世界をゆりかごに夢を見るがいい。求めし者は来たれり。